OK です。はい、インパクトありありのオーナーさんを呼ばずにいられないアストロを見つけました。もう服とお揃いに。これは特殊加工ですよね。そうですね、メッキです。メッキ屋さんなんですか。いや違います。じゃないです。はい。もうゴールド大好き。いやたまたまシルバーはいたんですけども、ゴールドは誰もいないっていうことで、やってみようかなと思って止まらなくなって。そうですね、もう中とか見せていただいたんですけど、こだわり以外の何物でもないというか、すごいですよね。やっぱり誰もがやってないものをやってみたいな、ただかっこいいかっこ悪いは別として、誰もやってないものをやってみようかな。服までお揃いですもんね。かっこいいかは分かりません。ただ賛否両論はもう別に、すごいですね。 LS にまでペイントここまでかけたっていうところってあるんですか。こんな部品まで俺やっちゃったよ。うわー、分からないですよね。こんだけやったらすごいですもんね。ちょっと中いいですか。はい、すごいな。モニターの縁もやってほしいですね。そうですね。なかなかめちゃでかいですよ、奥が。あれ何日ですか。あれは21日。21。でかいっすね。次はじゃあこの辺のモニターの縁取りですかね。そうですね。今度モニターやって。そうですね。一応とりあえず枕までもやったんで。こだわりですね。すごいです。どれぐらいの期間でこれだけやりはったんですか。初め買った時はほとんどなかった。コツ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 加工屋さん出して。そうですね、もういっぺんではできないので、これ言ってくれ。1個2個、例えばそのマーカーの枠を2つとかですね。はいはいはい。期間的にはどれぐらいです。金を一番最初の金パーつけてから3年ぐらい。一番最初につけたところってどこなんですか。グリルです。グリルですか。グリルは誰もいなかったんで。はいはいはい。光ってるグリルの人ってなかなかね。グリルとワイパーカー。はいはいはい。はもうセットで。そこからですね、歴史が。黄色の方はいたんですけど。はい。すごいな。どちらかというと関西にいそうですけど。そうですね。そうですね。関西はこういう感じのカスタム結構。あ、でも金だったら名古屋の方が好きなのかな。社長こですか。うん。ちなみにお住まいは。あ、八王子です。遠いところから。そうですね。何時間かかりました。朝じゃなくて夕方9時に出てきまして、朝7時。はあ、すごいです。まあでも長距離用ですもんね。もともとアストロはね、疲れないですよね。言うほどね。でも乗り心地よすぎて眠たくならないです。いや、もう眠くなります。暗いですしね。そうですね。あとこれからまた帰りはるわけです。また今日です。いや、ご苦労様です。帰りお気をつけて帰ってください。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。